渡瀬橋、ライター志望は森高千里が発表した17枚目のシングル。1993年1月25日に発売された。渡瀬橋に沈む夕日、渡瀬橋は森高が発表したシングルで初めて自ら楽器演奏を行ったものである。渡瀬橋で夕日を見ながら別れた人を思い出すという内容である。この曲はテレビ番組、いい旅。 夢気分のテーマ曲として使用された。なお、同曲のプロモーションビデオは、ビートルズのレッド・イット・ビーへのオマージュとなっている。1993年1月25日に、ワーナー・ミュージック・ジャパンより発売。同年4月25日に、WEA ・ジャパンより発売された、シングルカセット版、私の夏では、表題曲がカップリングされた。 1998年5月21日には、ゼチマより、アルバム、ラッキー7と共に再発売。2012年からは、YouTube の森高千里公式チャンネルにおいて、兄弟曲の PV や、同曲の制作時、制作後の反応等を語った、関連動画等が公開されている。なお、カップリングのライター志望は、長らくアルバム未収録だったが、 2012年に発売されたベストアルバムザ・シングルスに収録された。森高が1993年に新曲をリリースする際、特にイメージが湧かず困っていた頃、橋の詩を作ることに地図を広げ、言葉の響きの美しい川や橋を探し、渡らせ川という文字が気に入った。森高は1989年に足利工業大学でライブを行っており、大学のある 足利市内に渡瀬橋という橋があることが分かり、その後、現地を再訪して、橋の周辺を散策、そのイメージを使って、地を描いた。なお、歌詞中の渡瀬川の河原は、この橋の南側から下った河原で、森高は川の流れを見ていた時に、風がとても冷たかったので、そのまま歌詞にした胸を語っている。森高は、リリース直後に足利市役所から、 レコード会社へ、この曲の渡瀬橋は、足利市の渡瀬橋ですかと、問い合わせが来た際、足利にも住んだことのない熊本出身者が分かった、風なことを書くな。と、叱責を受けるかと思い、少し反省した胸を語る。1993年に、足利市民会館でライブを行った際、アンコールでこの曲を歌ったところ、場内から自然と大合唱が起こり、 森高が歓喜は待って涙する場面もあった。渡瀬橋付近に建てられた下避この曲のヒットを受けて、森高は足利市から感謝状を贈られた。また2007年には、渡瀬橋という日が共に見える場所に下避が混流された。2015年7月24日には森高が足利市より足利輝き大使に任命され、同時に、兄弟局がこの橋の最寄り駅である。 東武鉄道の東武伊勢崎線足利市駅に列車接近メロディーとして、また JR 東日本の両毛線足利駅に発車メロディーとして採用された。表題曲の歌詞には、渡瀬橋以外にも、実在の場所が登場する。歌詞に現れる、役も神社と同名の神社は、足利市内に複数あるが、森高は、これは、響きがメロディに合うため選んだもので、いずれの役も神社も、 歌詞中のものに該当するものであり、また、薬も神社に限らず馴染みの神社を思い浮かべて、当楽曲を聴いてほしい旨を語っている。なお、渡らせ橋に最も近いのは、北爪より、歌詞に現れる床屋と電話ボックス歌詞中の床屋の角にポツンとある公衆電話も、足利公園近くにある。この公衆電話は、利用者の減少により、NTT 東日本が、 撤去対象としていたが、市側の要望で撤去が回避された。全曲作詞、森高千里、作曲、編曲、斉藤秀夫新瀬橋ライター死亡デビュー30周年、記念企画の第2弾として、1993年にリリースされた、同楽曲の完全版として2017年11月15日にリリースされた。HD フォーマットに対応したブルーレイと、 高音質ディスク角度の2枚組仕様の通常版および7インチアナログレコードが付属された完全初回生産限定版ボックス仕様の2携帯からなる。シングル作品としては2009年にリリースされた企画版雨、渡らせ橋以来となる。またワーナーミュージックからシングル作品をリリースされるのは1992年発売のシングル私が おばさんになっても以来25年ぶりであり、シングルに映像作品が付属されるのは本作が初めてとなる。ブルーレイにはオリジナル版のミュージックビデオとメイキング映像や特典コンテンツなどが収録されている。同曲のミュージックビデオには当時35ミリのフィルムで挑戦をしたのにもかかわらず、当時はあえて音楽のイメージを表現するため、 荒い映像になるようにエフェクトをして編集されていたが、本作には3 5ミリのフィルムの本来の高画質映像を再編集し、HD 化した映像を、ブルーレイで鮮明に再現した、渡らせ橋ミュージックビデオ2017と題して収録。また、オリジナル版のミュージックビデオと本編初公開となるオリジナル版のメイキング映像や森高自身の公式。 YouTube チャンネルにて2012年6月5日より公開されている、渡瀬橋と私が収録されている。CD には、同楽曲のオリジナル音源の2017年最新、リマスタリング音源とセリフレコーディングを施した2017バージョンの音源を初収録。なお、この音源は、今年1月から2月にかけて開催された、コットンクラブでのライブにて披露されたバージョンを、 スタジオ音源として初めて収録されている。なお、1993年当時のオリジナルジャケットとは異なり、完成オリジナルの新ジャケットが起用される。また、スペシャルブックレットや数々のレア写真や、森高千里本人が語る、渡らせ橋解説が封入される。ディスクマイナス1、ブルーレイ、編集渡らせ橋渡らせ橋メイキング、渡らせ橋公式。 YouTube 映像、渡瀬橋と渡し完全版ディスクマイナス2、九,九度、編集渡瀬橋渡瀬橋ディスクマイナス3、7インチレコード、編集、サイド、A サイド B、渡瀬橋は、松浦綾の15枚目のシングル。森高千里による、同盟曲のカバーである。渡瀬橋 I love you の続き渡瀬橋。ありがとうございます。